時間。あ、本当だ。集中してたからあっという間だったね。今日はこの辺にして場所を移すか。はい。商店街のお祭りも気になるし、いつあるのか聞きに行かないと。ワクワクしすぎ、子供か。そうかな。今日は特に元気に見えるよ。お祭りが楽しみなんだよね。ピンポン、リミリン正解。でもお祭りだけじゃなくてね、みんなと一緒にポピパキャンディーを食べるのが一番楽しみなんだ。小学生かよ。アリサも一緒に食べるんだよ。くっつくな。お祭り、お祭り。道で歌うなよ。でもガスミの気持ちもわかるな。私も楽しくなってきたし、アリサもでしょ。うん、うん、な。あ、リミリン、どうしたの。え、これ。これって。ああ、あらら。見てはいけないもの。張り紙？今年からお祭りはなし。悲しい。なんで。私も知らなかったよ。あ、もしかしてこの張り紙間違いなのかも。あ、内容に誤りがあるとか。誰かの陰謀。そんなうっかりミスするか。誰にだって間違いはある。言うと説得力あんな。確かめに行こう。行く。これは最優先事項。ポピパキャンディのために。ここにも。いろんなところに貼ってる。これだけ貼ってあるなら間違いじゃないのかも。ジュンとサナも楽しみにしてるんだけどな。祭りがなくなっちゃう理由が知りたい。そうだね。どうしてなしになっちゃったんだろう。あ、ミスルだ。ミスルなら何か知ってるかも。ただの着ぐるみが何を知ってんだよ。中の人に聞く。中の人？商店街のマスコットだからね。案外知ってるかも。喋れなくね。イエスはうなずく、ノーは首を振る。ガーン。かすみちゃん元気出しなって。私も悲しい。